こんばんは、もちゃんです。今回はですね、デフォルトマイスタープチ仮面ライダー平成ライダー名場面編2です。でですね、これが一つ一つが入ってる箱なんですが、これボックス10個入りなんですよ。で、9種類プラスシークレット一つなんですけど、ワンボックスで揃えました全部。なので多分そういう売り方をするタイプのやつですね。要はダブリとかがないやつですね、ワンボックスで。マスコレみたいでね、クモ男がね何個も入ってるみたいな嫌がらせのやつじゃないです。じゃあまずシークレット見せちゃいますね。これです、シークレット。俺の体はボロボロだ。かわいい。でですね、出来はいいです。でもともとこれ500円ぐらいするのかな。でもそんな高くは売ってないです。もう安くてワンボックス2000円とかね、2500円ぐらいで売ってますから、ボックスで買っちゃった方がいいと思いますよ。ここにラインナップされてるライダーはね、全部いいです。非常にね、魅力的なライダーばっかりがラインナップされてるので、これなんかも非常にねいいですね。ただね、今ちょっとあれなんです、外れましたけど、これね、中にはここが外れやすいのかな、ここはちょっと難点ですね。なんだこれ、これがついてきますね、これには。非常にね、出来がいいのでね、1よりも2の方がいいですね、絶対。これなんかメダルなんかもね、こういう感じですね、今みたいな感じ。これがね、ここがちょっとね、難がある。この子ちょっといいや。それを除けばね、もう本当に素敵ですね。これなんか、こういう風に抜けちゃうんですよ。これがなかったらね、もう非常にもう100点あげるんですけどね。で、ここのライダーのね、このところ、カードのあるところに、このシールが入ってます。このディケイドに関しては。これ貼るということですね。ここに。なぜ見てるんですか？これがちょっとね、一番ふざけてますね。これはすぐね、落ちちゃうんですよ、これ。なんか穴があってこう、セットするっていうタイプじゃないので。まあ、アソート率を考えると、ボックスで、ぜひね、買ってみたらどうでしょう。それでは。